はい、おはようございます。2008年11月20日7時54分になりました。 AK さんも MC 島のモーニングコンシェルジュをお送りいたします。ということで、まずは一発目の明るい話題でございます。今朝はこんなニュースがありました。山形県の高橋貞子さんと判明しましたって書いてありますけども、来日しております中国残留日本人孤児の新英珍さんが山形県出身の高橋貞子さんであると、73歳であるということが19日分かりました。いとこと名乗り出た女性のね、3名の方との対面とか、あとはふるさとの海の、その情景やなんかをこう忘れなかったことが鍵になりました。身元判明ね、だんだん難しくなってますけども、4年ぶりで、本当にね、昔のことを覚えていたっていうのがね、鍵になりました。よかったですね、おめでとうございます。さあ、続きまして今日の質問のコーナーです。さあ、こちら、眠い時どうしたらいいですか、とこう書いてあります。まあ、はっきり言ってしまえば、眠い時は寝ればいいというのが、単純な結論なんですけども、まあ、きっとね、この質問をしてくださってる人っていうのは、眠いんだけどもこう起きてね、例えば勉強しなきゃいけないとか、誰かを待ってなきゃいけないとか、そういった、まあ、事情を抱えてる人なんじゃないかと思いますけども、そうですね、脳っていうのがものすごくこう酸素を必要とする臓器なんですね。ですから、まあ、眠くなってきた時には、脳の方に酸素を送る、つまり空気を入れ替えて、そして軽い運動をするというのがまずは一番簡単にできる方法です。逆に言ってしまうと、脳から酸素をこう奪っていく、血液の量を奪っていくようなことをすると、さらに眠くなるということですから、空気悪くしたりとか、深い飲食をしてしまうということですね。思いっきり食べてしまうと、血液が胃の方に行ってしまいますから、ですから夜食をドカンと食べてしまうとか、まあ、そんなことをしてしまうと逆に眠くなってしまうということです。ただね、効率よく勉強したいということであれば、寝た方がいいと思います。眠い状態だとね、なかなか効率のいい勉強はできませんので、と言ってもですね、思いっきりぐっすり寝てしまって、時間がなくなってしまっては困りますので、3時間というのを覚えておきましょうね。浅い眠りから次の、まあ、浅い眠りに移るのに、まあ、いろんな説ありますけど、3時間ぐらいのところで、まあ、戻ってまいりますので、目覚ましかけるんだったら3時間単位、そこのところでね、目覚ましをかけると起きやすいかなと思っております。自分のね、パターンもあると思いますから、ぜひ、いろんなパターン試してみてください。ということで、本日もお送りしました。何か質問ありましたら、ぜひですね、mc@shinma.jp まで、お願いします。では、皆さん、いってらっしゃい。